はい、皆さんこんにちは、ふんどしょうじです。というわけで、キュウケンビアコラム第72話目というわけで、本日のゲストはポルです。そう、グチです。はい、35億というわけで誰がブルドーやなんてことでやっていきたいなと思うんですが、なぜか私が真ん中というね、普段ない。そう、いや、さっきここに3人座ろうとしたから低すぎたんだよ。狭いやん、みんな座るから。みんな体でかいからさ仲良しみたいな感じです。ジジイなの気持ち悪いよ、アラボ3人で。そうそうそう、そんな感じでですね、今日もやっていこうと思うんですが、最近ですね、ポールさんの新築見学会がありまして、はいはいはい、で私も見て、見まして、うん、まあまあ、木造3階建てのポールタワーがね、うんうん、完成したということで、うん、ね、いい物件だったね。いい物件でしたね。デザイナーさんに入ってもらっとるからさ、うん、俺はデザインしてないわけよ、1ミリも。はいはいはい、だから俺の感覚は1ミリも要素入ってないから、やっぱ素晴らしいものできたよ。だからポールさんらしくなかったね。そう、センスがやっぱり出るね。まあまあもちろんね、それお金を払ってやってもらってるわけだから、プロの仕事としてしっかりいいものにしてもらいました、うん、本当に。しかもこれ面白いのは、お任せした物件の後にポールさんが自分の顔を出した物件見たんですよ。すごい違いっすね。おい誰がダサいやお前、誰がわしの物件ダサいやお前。言葉を言う順番に気をつけんだから。エリア違うから何がないか。別の建築会社さんですよ。おい、一緒の建築会社なの。作る人が違ったらあれだけ違うの。それがね、なかなか面白かった。で、外観だけでしょ。そうそう、外観だけなんだけど、なんかいつも、もうここ2、3棟ぐらいポールさんの物件見て、あ、かっこいい、センス、ポールさんもとうとうセンスが出てきて、おしゃれな物件作るようになったねって褒めて、今回なんかガラッとテイストを変えてやってみたら、ダッセーな。おい、思ってても口に出したら戦争だろ、それお前の。はい、いやだから難しいわけよ。結局パースとか見てやるわけだけど、やっぱり想像と違ってくるわけ。そうだね。だから淡い色になったりとか濃い色になったりとかして、うん、淡い色になるとやっぱりちょっとチープ感が出るというか、うん、俺からするとね、あれもっと色黒かったらかっこよかったと思うよ。そうかったらね。あと打ちっぱなしがね、ちょっと安っぽかった。倉庫感ひどいな。まあ、外壁がまず失敗したからっていう。まあまあそうだね、うん、外壁がまずダメ。外壁ダメだろお前。外壁だけだろ、失敗してるのは。うん、おい、で、中はいいよ。で、真ん中の方にさ、名前とかで、お前、昭和のシステムかよ。だから、かいつ、なんとかかよ、みたいな。だから、戦前生まれの公務員の会長のね、80何歳の人と、俺が作ったら、ああいう僕ぐらいですよ、本当に。昔ながらの。だがしかし、うん、決まってるのは、ポールさんの。そう。やつだよね。そう。だから、利回り 11% チャレンジみたいになってますよ、今の値段で言ったら。今だけすごいよね。そうですよ。まあ、だから、しかもポーさんはそのエリアすごい得意なんで、まあ、埋まる未来と、うん、まあ、最終的に売却した時の、うん、まあ、儲かる未来はちゃんと見えてる。見えてる、うん。だから、こっちのその大学前は外壁はチャレンジしたけど、うん、中身のプランとしてはものすごく硬いものを作ったわけ。だから、いつものポーさんの感じね。そう。で、その富山駅前の方は、うん、ガチチャレンジ。うん、何もわからんまま、走り抜けた感じ。まあ、デザイナーズマンション風な。そう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 。うん、感じで、ただまあ家賃がね、ベラボーに高かったです。8万8000円。8万8000円。富山で悪いよね。そう、まあ、ちゃんと決まってないよ。まあ、ちゃんと決まってない。シャーメゾンとかその辺のレベル。シャーメゾンはまあ一応近くにシャーメゾンできて、うん、それ10万円言うたかな。あ、言うてそれよりも高いんだね。高い、やばい。そうそう。あっち設備とかもガチで金かけとるもんな。そのしかも、お礼のとこから、うん、富山駅まで道1本やんか。うん、そこの富山駅の間、俺よりもいい場所、うんうんうん、俺よりも富山駅側にできたから、まだいい場所に来たの。そう、あとはまあ、あっちはやっぱり、なんていうの、鉄骨か、もしくは RC ってことだよね。うん、そうだね。あっちは木造っていうのがどれだけ影響出るかっていうのは、うん、そうなんや、そうだ、ね、だからで、そっちは決まってるの、今なんかちょっと桑取さん来たんでね、あれなんですよ、皆さん、落としても気にしないですえ、そっちは決まってるの。どっち、シャーメゾンの方は。YouTube だよ、これ。うん、ちょっと来てしまって。うん、ちょっと移動してもらって。YouTube なんで。桑田さん、通る映る大丈夫大丈夫です。はい、じゃあ、阿部さん、言っちゃった。撮って大丈夫ですよ。うん、はい。これにカットしないんで大丈夫です。ああ、そうじゃない。バカだよ。そうじゃない。まあ、まあ、いいっすか。まあまあ、別に、まあ、顔出しても大丈夫です。来て。いや、そんな俺、こうだろうといけないっすよ。はい。まあまあまあ。うまいと思う。こうしていいやつ、後ろから撮ったらいい。まあ、いいと思います。
い、桑田さんがいらっしゃいました、はい、というわけでね、え、そっちも決まってないの？決まってない、質問決まってない。あ、両方決まってないじゃん。え、どっちか、シャアの方、シャアメゾンの方。あ、シャアの方は、え、完成してないんじゃん。あ、完成してないんや、うん、まあ募集中。そうそう、作っとるよ、まだ。ということで、チャレンジだけど、まあ一応、え、半年間据え置き、半年据え置き、うん、これが、8月末完成は、ちゃんと3月、4月から支払い開始かな。はいはい、毎月50万、はい、うえ、支払いだ。支払い毎月50万。家賃は想定、何が？これな、うん、8.8×9 だから、 8×9×81、75万ぐらいか、うん、だから返済比率 75%、うん、でもまあ、なかなか高い。込み込みで 8.8 だったっけ？込み込みで 8.8 で、いつ心折れるんですか？もう折れて、連絡した。もうちょっと家賃下げようかな、家賃下げようかなみたいな。はいはい、70% ぐらいが返済比率、70% ね、うん、まあ、なんかフルローンで引っ張ってるとそうなるよね。だから結局銀行が掛けで入れても通ってる状態だから、うんうん、70% だね。ああ、なるほど、うん、その家賃にストレスかけても、そう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 、まあその家賃やったら、うん、法人儲かんと決まらんて、うん、そうだね、うん、法人頼み。そう、うん、だから法人の上限が最近あるのが8万までっていうふうに今の繁忙期ね、第2繁忙期だと言われたから、はい、ちょっとその値段まで下げますかって言って、うん、もう利回り 1% ダウンです。いやで、それでも 9% あるから。そうだね、あ、それを 8.8 で決まれば 10% ってことね。で、まあ大学試作のやつは何もこのままいけば 11% 超えるかもしれない。この時代に 11% すごくない？すごいよね。昨今皆さんこう土地に上がった、建築単価上がったっていうのがあれば、そうだ、ね、家賃も高くしてるってことよ。家賃高いよ、うん、だって建物に対する家賃の利回りが 13% ぐらいだから、うん、そうだ、まずそんな出るで、昔の建物だけなの、土地なんて、はい、で土地入れて 11% だ、土地あそこすごい安かったから、大体建物だけでも 10% って言われてるよね。そうそう、建物で 10% だから、うん、よっぽど、まあだから、そうそうそう、安い土地と高い家賃がミックスして、うん、あと、ポールさんの、うん、パワハラ会長おい、誰がパワハラや。会長はパワハラで、安くするしかないと。だからまあこの時代でこれ作って、またこう出口がこう 8% とか 8.5% で売れる地域ですか？そうだね、そういうことで 8% 今だったらね、 8% で売れる、 8% で売った過去では、ああ、なるほど、5年、築5年ぐらいで 8.9% ぐらいで、築10年で 10% で売れとる地域は見たら、築、うん、10年 10% 売れとったね、うんうん、だからまあ、大丈夫、買った瞬間にもう含み益というかね、だって築10年だったらもう元取ってるし、利回り 10% だから、ね、そういうことだね、うん、へえ、ここは売れると思うね、あ、うん、売れる、近いしね、しかもグッチがさ、うん、こんな物件で取るよって言っとったから、あ、そうそう、バッ、俺はあんまり得意なエリアじゃないし、うん、ちょっとね、E さんとこじれたら俺はちょっといいかなって言って、ポンさんどうって、俺は全然、で、ちゃんとその P さんも僕も狙ってたんですよって言っとったあ、ツイッターでめっちゃ怒ってた。あ、俺が買うようになったのにみたいな言ってて、いや、それ買ったの俺だけわしら言って、わしら言って、なるほど、そういうことですね。やっぱこう、よく聞かれるんですよ、全国行ったら、物件の取り合いとかなんないんですか、うん、みたいな、うん、今までは全然ないでしょって言っとったけど、一部あるな、一部ある水面下ではちゃんと動くけど、うん、奪い合いになって、だって南富山、まあ、うん、駅徒歩2分買ったやんか、今作ってるやつ、うんうん、それも結局、他の投資家が買いたいって言っとったし、あ、そうなん、あの呉服もなんかプランしたとか言って言う人おったな、うん、シナピーか、シナピーかなんか、いやでも、で、かといってちょっと考えたら、駅前にしても、その呉服にしても、その大学前にしても、うん、やっぱもう普通の人はできないわ、そうなの、いわゆる、担保毀損してる物件だと思うんだよね、その木造3階建てもさ、その、あ、そのよく言う土地評価の路線価かける建物の契約での、普通2、3割頭金くださいって言われるところは、これはほぼフルローンみたいな感じでしょ。そうだね、で、その大学の方も、一応この指導に、両面どれか指導指導じゃん、うん、あれ結構普通に考えたらこう、むずいよ、うん、なんていうかな、担保評価がかなり伸びづらいっていうイメージがあるんだけど、うん、そう、だから土地も安かったし、うん、だって普通に、大きい春船が23万とかで売り出されるとかね、その横の大きい道に面してるとこはね、の、の2軒隣、その分譲地は。分譲地は23万のところ。23万とか坪8万ぐらいだから、うん、3分の1、そう、3分の1で買ったから、うん、そうそう、でもただ、でもそれもだから普通の人だって、いや、指導なんでちょっと担保評価の上ですねっていうところを、うん、まあ、これまでの
そこの物件、垂れてきた実績と、うん、まあ、計算書パワーと、そうだね、計算書パワーと、そうだね、あと、壮大に語ったビジョンね、訂正評価っていう評価夢語っちゃった、夢を語ってる店長の名前ヒロトークしちゃったヒロトークしちゃった、大体ねえよ、はい、まあまあまあ、まあ、物件を抱いてるわけですよ、そうそうそう、うん、なるほどね、そういうことですね、だからまあこれからの人ってなかなか一発目にするの難しいよね。いやでもワンチャン、いや全然だって俺が1棟目から 国立大学前に建ててるってことはです、ね、なるほど、路線価も上がってるわけ、土地先に抑えに行ったんだよ、あれどうやったっけ、だからあの時お友達いなかったから俺どうやったかったか、まあ、覚えてないのよ、うん、なんかとりあえずネットかなんかであって、でも今の呉服は土地は抑えに行ったんだ、抑えに行ったっていうか、あの、まあ、もうほら会社も知っとる会社やん、その売り取、まあ、る会社がね、だから、融資価格なしでしょ、特約なし、特約なし、あ、なしとかもう現金で買ったもん、あ、一旦現金で買って、だって800万だわ、土地、うん、800万もしてないか、600万とかだから、85坪、700万とか、ね、700万ぐらいかな、うん、で、一旦現金で買って、後から融資でバックしてもらったの、あ、バックしてもらう、あの、土地代も融資、会社で入ったらいいですよ、あ、なかなか今、それできるもんね、もう、普通の人っていうか、人質に取られちゃって、お前出したんやったら、そのままもう固定でも解散ぞ、俺昔からそのことをめちゃくちゃやってるから、うん、最初に土地買って後からお金ないんで土地代も融資してくださいってみんないいよって普通に言う、そんなみんな言われたな、断られたことは言われたな、ただでもあんまりそういったふうにしっかりとした交渉をした、いつもしとる土地分から含めてやってください、まあ、俺も今回も俺は土地分を、いやでも先に買ってしまったら、うん、俺は業者じゃないからね、うん、その分は出せませんって言われることが多いよ、うん、俺業務持ってない時からやってもらっとる、あ、そうな、意外とはそのバックファイナンスって言うんだけど、うん、それあんまり嫌われるとよく一般的な定説はそう、そう買ってしまっとるときはね、だから結局俺無知の知じゃないけども、うん、全然知らんからさ、うん、土地代もまとめてフリーローンで融資してくれとか、うん、あの全然お金ないくせにフリーローン出してるとか言ってしまう性格やんか、お金ないみんなバカになると思うんですよでもそれが逆にここまで来たのも一つあるの、これ知ってて頭でっかちになって、あ、こうやったら銀行に怒られると思ってたら言えなくなるわけじゃんか、まあ、でも言わないと通らないわけよ、確かに、だからフルローンに出すことはフルローンにしてくださいって言うしかないんだから、うん、まあ多分俺ももしかしたらいけだったかなといえば過去思い返せばそうなの、買い付けの段階やったら言えるかもしれない、あ、買ってしまっとったら言えんっていうか、そのもう決済終わっとったら、いや、その分をさらに追加でっていうのはちょっと難しいというか、うん、あまり話進んだ記憶ことはないかな、俺は毎回やってる、あと一般的には例えばその融資額増やしてくれとか、融資取った後にプラン変えるから融資額増やしてくれも結構難しいっていう、俺は一体それやったら8だから10だから再臨必要だもんね、うん、そうそうそう、だからそれも一般的には難しい、やがられるって言うけど、うん、そんな関係ないと、関係ない、だってね、うん、そうお金ないじゃんか、うん、ねだから銀行員もそうだけど、サラリーマンって基本的にさ、上司に倫理あげるの嫌やからね、うんうん、そう、役員とか、そう毎回プレゼンせんなんから、あと出しじゃんけんですね、そう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 、だってもう仕方ないじゃんか、だからこれを見たら皆さんは、すぐに銀行行って、フルローンにして、バックファイナンスしてよって言うと、言うだけ言ってみてもいいかもしれない、お金を残しながら、そうそうそう、拡大していけると、そうじゃないと、こんな10年で20トン建てるなんて。そう毎回頭に2、3割取ったらもうお金なくなっちゃうでしょ、そうそう、すぐなくなると思う、なくなったよ、ちゃんとちゃんと余りますくるのだとなるほどっていうふうなこともしていかなくちゃいけないということですね、うん、ですよ、あ、ただ俺も昔本かツイッターから見て、うん、まあ、フルローンオーバーローンを通す方法っていうのが書いてあって、うん、同じこと言ってた、うん、フルローンにしてください、オーバーローンにしてくださいって言うって書いてあった、そう、皆さん言わんと始まらんって、最初から皆さん言わずに諦めてませんか、そう、だからその2人がそうだわけ、はい、俺は絶対に最初フルローン今となったらもう偉くなったからさ、うん、オーバーローン、フルローンだったらお願いしますっていう言い方してるから、うん、いや、1割とかじゃあいいですってもう言えるような立場になったから、うん、なるほど、ただ、一方でこういったあのツイッターも見たことあって、銀行員とかね、うん、最近の人はなんかフルローン、オーバーローン出してくれとか言って本当に困ってるんですよっていうのを見る、うん、まあ、まあね、出せないとこは出せないです、そうだね、出せないとこは出せない、新金さんとかは出せないんじゃないかな、うん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 、必ず 1、2 割って言われるんじゃないかな、富山県の場合はね、うん、結構役員に詰められるっていうもんね、うん、そうなんですね、やっぱり地域があるんで、そうだね、昔仙台の人とかでやっぱ100万200万で1億のローン引っ張ったとかやっぱ聞いたりするんで、聞いたね、うん、まあ、そういった地域もあるんでね、うん、まあ、木造なのに30年引っ張れて、そうだね、100万とかで30年引っ張ってるから利回り 9% 近くなってるともう全然回るよみたいな、まあ、そういう資金もあるんで、うん、まあ、そういう地域柄とかも考えながら、富山はそもそもその30年とかあまり長く組めんからね、そう、どうしてもだから頭金
まあ、出したがるというか、入れてくれっていうか、まあ、出さとも回らないじゃん。そう、まあ、かけ麺で考えたらね、銀行さんって7割入居でも回るような収支計画で臨時に出てるでしょ、うん、そうだとやっぱり回らないよね。そう、22年だと、2% の金利だと、なかなか回らないんで、うん、回らない。まあ、そういったことで頭金も入れようということでね、まあ、そんなわけで今日は、皆さんにフルローンを、出す方法を、ね、お伝えしたいんですけれども、とりあえず言う、とりあえず、ね、とりあえず言う、ノックしてみるということでね、はい、というわけでね、このちょっと10分ぐらい経ったんでね、一旦、金脈の71、2話目かな、一旦終わろうと思います。今日はゲストありがとうございました、はい、ありがとうございました。なるのなるのバイバイ。